7月23日五反田文化センターで区民プロデュース型講座ジュニアオーケストラ体験講座が行われました。区民プロデュース型講座講演会とは、文化芸術活動の推進に関する学習や青少年の健全な育成に関する学習など、区民の障害学習活動を支援するため公募団体が企画運営するものです。今回の講座は品川ジュニアフィルハーモニーオーケストラの運営で実施、小学4年生から高校生までを対象に全5回の講座でいろいろな楽器を体験、音楽について学び、最終回には成果を発表します。はじめにオーケストラで使用するさまざまな楽器について学習、管楽器、打楽器、弦楽器がどのような楽器なのか、オーケストラではどんな役割があるのかなどを、それぞれの楽器の講師が説明し音色を披露しました。続いて参加者はグループに分かれ、用意されたすべての楽器をローテーションで体験。最後は参加者全員で合奏し、オーケストラの楽器と演奏を楽しむ講座となりました。初めて持つ楽器とかがあったのですごく新鮮だったんですけど、音が全然出なかったりして面白かったです。初心者の方もいるんですけど、そういう人たちと合わせて、一曲弾けたらいいなと思います。